古谷様に一言お願いいたします。ただいまご紹介に当たりました天才ピアニです。僕は普段は芸能活動をしておりますけども、このミクロネシア、そして日本をつなぐ友好親善大使も、務めさせていただいております。以前にミクロネシアに伺った際に、ミクロネシアの方、そして、街並み、たくさん、拝見しましたけども、本当に宝の山だなと思いました。日本にないものがたくさんあり、本当に刺激を受けました。そして、日本も震災後、絆というものをテーマに、してきていると思います。まさにこのミクロネシアと日本が本当に絆で結ばれているなと、今日この短い時間ですけども、このパーティーでも、感じることができました。日本とそしてミクロネシア、世界の平和の見本となるように、僕らの若い世代でも、自分たちにできることを探しながら、これからも頑張っていきたいなと思っております。本日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。友好親善大使、どうぞ下の方に。Gentlemen, please follow the goodwill ambassador.